皆さん、こんにちは。今回はケアマネージャーの役割について皆さんと再認識していきたいと思います。今回は概要でまとめてみました。役割としては大きく分けて3つになります。まず1つ目、施設サービス計画書、ケアプランの作成。目的は6つ。1、その人らしい自立の実現。2、利用者本位の過不足のないケアサービスの提供。3、利用者の尊厳を支えるアドボカシー、かっこ代弁の役割。4、チームアプローチによる切れ目のないケア。5、安全なサービス提供とリスク予防。6、地域や居宅介護等との連携。2つ目、サービス担当者会議の開催。目的、1つ目、多職種での情報共有。2つ目、ニーズや課題等の共通理解。3、施設サービス計画書、ケアプランの決定。3ヶ月ごとの定期開催と状態の変化が認められた際の臨時開催があります。3つ目、サービス提供の実施状況の確認。1、アセスメント。2、モニタリングによるケアの実施状況の確認と評価。 PDCA サイクルにて実施していきます。以上、皆さんと一緒に行っていきます。 PDCA サイクルについての動画も準備していきます。ご視聴ありがとうございました。